いやマジなんですかこれ。新しい背景画像だよ。背景の主張が強すぎる。ちなみに BGM 変えるとこうなります。これ背景素材だよね。こうすればいいことに気づきました。こうすればいい前に、なんで中の人はこんな動く背景素材を作ろうと思ったんだ。なんか解説系の動画でこう背景になんかすごい映像を使うことがなんか流行ってるのでなんか作ったみたいです。ごめんなんかわからんけどなんかわかった。そして頑張って作った結果、インフルエンザの時の夢みたいになりました。そう頑張ったらそうなるんだ。とりあえずこれからの解説動画はこの背景でいきたいと思います。多分解説よりも背景の方に目が行くと思う。ってことで今回は動画のタイトルにも書いてある通り、とあるお知らせがあります。そういえば書いてあったね。何のお知らせをするの？それはね、センスピード6305歳、ゲームチャンネル作りました。かっこ19日前にかっこ閉じ。報告が遅すぎる。ということでゲームチャンネルが19日前に開設されたことをコミュニティでも伝えましたが動画でも伝えたいと思います。ちなみに報告するのが遅くなりすぎてもう2本ぐらい動画上げてます。予想してたよりかは更新少なかった。まあいろいろと忙しすぎて収益投稿になっちゃってるからね。ちなみに中の人はまだ今週の動画を作り終えていません。なので日曜日の20時にゲームチャンネルで動画投稿されていなかったらそういうことだと察してください。フラグ回収しそう。本当になりそうだからやめて。ちなみになぜゲームチャンネルを作ろうと思ったのか、気になる方もいるかと思いますのでこれ見てください。投げるな。まあコミュニティ見た方が早いんですけどね。もう最初っからそう言え。ということで、今回はゲームチャンネルの報告をさせていただきました。一応毎週日曜日の20時にゲームチャンネルにて動画を投稿していますので、気になった方は見てくださると嬉しいです。まあこんなこと言っておきながら3本目の動画はどうなるのか危ういところですが。そういえば、気になっていたんだけどこのアイコンのキャラクター、一体誰なんだろうね。そういえば確かに。自分もあまりゲームチャンネルについて詳しいことは聞いてないからよくわからないけど、まあ特にそんな深い意味なんてないでしょ。多分中の人のいつもの成績で書いたいだよ。そういうものかな。あともう一つ聞きたいことがあるんだけど、作曲とゲーム制作の方、どうなってるの？もしかして逃げる気じゃないよね？僕はすべて知ってるよ。FL スタジオを買ったのに、まだ作曲をしていないということを、最新ゲームを公開してから、もう1ヶ月以上も新しいゲームを公開していないことを、そしてさようから現実逃避して Twitter ばかりやっていることを、動く背景とかゲームチャンネルとかさようには関係ない変なものを作っているということを、それは今さっき言った。とにかく、ムカデ、君には代理の役割として、一回こっちに来ようか。ちょっと待ってこっちって、あー、崩れないでー。